どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中根人エルザです。今回はランハンの登場で超撃派向けのアタッカーが増えてきましたので、違いを見ていきたいと思います。すでに強力なアタッカーがいる枠なので、ランハがどういう差別化ができて強いのか気になる部分となりますよね。しかもレーサーが登場したことによって、ホタル編成に関しては適正の幅が広がっていますので、ランハがどれくらい追いつけるのかも重要なところかと思います。その中でランハがどういった位置づけになるのかを、性能や味方への恩恵、高難度の活躍具合などを比較していきたいと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず各3人の性能を見ていきたいと思います。まずホタルからです。ホタルの性能としては、追加能力、スキル、必殺技に撃破に関するものがあります。追加能力に関しては、攻撃力が1800を10超えるごとに撃破特攻が 0.8% されるというものです。これが地味に強いやつですよね。続いて2つ目、撃破特攻が200か 360% 以上の場合、超撃破ダメージが 35-50% 分に転換されるというのがあります。これのおかげで超撃破ダメージが上がるというのがありますね。この性能が非常に強いところとなっています。続いてスキルの性能面です。こちらに関しては、完全燃焼の時にスキルで単体で炎弱点付与をし、攻撃力 ×0.2 の撃破特攻と固定値のダメージを与えるようになってます。上限は360とありますが、十分な火力が出せる性能となっています。続いて3つ目、必殺技による性能面です。こちらは完全燃焼状態で速度が60アップするようになっています。さらに自身の弱点撃破効率がプラス 50%、 敵の弱点撃破ダメージがプラス 20% アップとなっています。必殺技の発動するだけで性能がぐんと上がりますので、かなり強いところですよね。ホタルに関しては、自己バフによって撃破特攻の数値を上げやすく、攻撃力もその対象ステータスになっています。この点が他のキャラよりも撃破特攻の数値を伸ばしやすい要因となっているんですよね。さらに弱点撃破効率や超撃破の転換があり、超撃破ダメージが出しやすいっていうのもいいところです。ホタルに関しては、超撃破に関してはかなり性能がいいものを多く持っている状態というところですね。続いてはブートヒルの性能面を見ていきたいと思います。こちらも3つですね。まず追加能力です。こちらに関しては、回心率が撃破特攻 10% 分アップだったり、回心ダメが撃破特攻の 50% 分アップするというものになってます。他の撃破キャラと違って、回心率ダメが上がる特殊なキャラとなっていますね。続いてテンプです。テンプに関しては、強化通常攻撃の削陣値がプラス 50% アップするようになってます。こちらに関しては、最大3層まで貯めることが可能です。また物理ダメージの弱点撃破ダメージが35、60、85と3段階で弱点撃破ダメージを与えれるようになります。これが火力の元になっているところになりますね。続いて3つ目、必殺技による性能面です。こちらに関しては、必殺技で物理弱点付与ができるっていうのと、行動順を 30% 遅くできるっていうところです。これが地味にいいところですね。ブートヒルに関しては、弱点撃破に特化したものが多く、超撃破に転換する性能というものはありません。ただし削陣値アップなどの性能が高いので、超撃破のダメージは出しやすいキャラっていうところです。これが一番恩恵でかいところかなと思います。他のキャラと違って、回心率ダメが高くなるっていうのもありますので、素のダメージもそれなりに出せるっていうのが嬉しい要素となっています。続いてはランハの性能面を見ていきたいと思います。こちらも3つですね。まず追加能力です。こちらに関しては、敵が弱点撃破されるときに受ける弱点撃破ダメージがプラス 2% されるっていうものです。こちらに関しては、数値だけ見ると弱いっていうところがありますが、攻撃力が2400を超えて100超過するごとにプラス 1% されます。最大でプラス 8% までされますので、敵の弱点撃破の受けるダメージを伸ばすことが可能となっています。続いてテンプについてです。テンプに関しては、強化攻撃3段目でチャージを消費し、弱点撃破ダメージを与え、弱点無視して人生を2削るようになっています。さらに、チャージ消費1につき、追加の弱点撃破ダメージの倍率がプラス 50%、 さらに削陣値がプラス1されます。この要素が結構ダメージに転換できる部分となっていますね。続いて3つ目、強化通常攻撃による性能面です。こちらに関しては、虚数属性弱点を持たない敵に対しても、本来の削陣値 50% 分の人生を削ることができるようになってます。ホタルと似たような性能がありますね。それと同じものになります。ただ、狙える数が多いので、ランハの方が均等に削りやすいという一面があります。ランハに関しては、性能アップ自体の項目は少ないっていうのがありますが、削陣値と弱点撃破の倍率が他に比べて高くなっているため、火力が発揮しやすいっていうのがあります。
また超撃波ダメージに転換する要素があるため、超撃波でより効果を発揮できるっていうのもいいところですね。特にテンプの部分が強いところになるかなっていうところです。それでは3人の性能比較というものをしていきたいと思います。比較としては先ほど説明したものを簡単に表にしてます。こちらを見てもらえるとパッと見でわかるのかなというところです。項目だけ見てみると、ホタルが結構丸がついてるっていうところですね。配信率並みはそもそもいらないところがありますので、ホタルとしては要素は全部抑えれてるっていうところになります。それではこちらの比較表を見ての話をしていきたいと思うんですが、性能だけを見た時に超撃波のダメージの出し合ったっていうところで言うと、ホタル、ブートヒル、ナンハの順になるのかなと思います。これは弱点つけるかどうかっていうところですね。ただこれは弱点がつけない前提の話だったので、弱点相性がいい場合はホタル、ナンハ、ブートヒルの順番になるかと思います。ダメージの出しやすさっていうところが大きく変わりますので、優先度が変わるってところですね。特にホタルとランハに関しては超撃波へのダメージ転換がありますので、より火力を出しやすいってところがあります。しかもブートヒルと違って単体ではなく複数狙えるってところが、よりダメージを出せる要素となってますので、このあたりは嬉しいところかなというところですね。性能面だけで判断するとこの2人はやはり強い要素を持っているなと思います。続いては味方への恩恵比較もしていきたいと思います。こちらに関しては全員アタッカーっていうところでバフが配れるわけではないので、バフ以外の要素で見ていきます。まずホタルに関してです。ホタルに関しては最適が組めるほど恩恵が大きくなるっていうキャラクターになっています。その理由としては3つですね。まず1つ、炎弱点付与で同属性弱点をつきやすくなるっていうところです。これは最適変数を組めれば組むほど相性が良くなっていきます。さらに速度アップによってバフを有効活用できるのもいいところです。これに関してはバッファー依存のターンバフがあるためです。ヌアンとか調和主人公などは自身のターンが来た時に消費されるようになっていますので、このあたりがかなり相性いいところとなってるんですよね。高速で動けるホタルと相性が良くなっています。また立ち上がりも早いので、意外と早い段階で火力が出せるっていうのもいいところですね。ホタルの恩恵としては3つというところですが、編成相性が非常にいいっていうのが一番のいいところですね。続いてブートヒルです。ブートヒルに関しては弱点撃破を続けれれば恩恵が出てくるっていうところです。ブートヒルに関しては高い人生削りで2型の弱点撃破の機会が狙いやすいっていうのがあります。これに関しては単体特化ではありますが、敵の数が少なくなってきた時に有効となる攻撃手段となりますので、非常に優秀な要素かと思います。味方が火力を出せる要素となりますので、人生削りの高さっていうのはいいところかと思います。また必殺技の行動順定化で味方の行動機会がアップが狙えるっていうのもいいところですね。これによりこちらのチャンスが増えるっていうところがあります。ただブートヒルに関しては属性相性とかを考えると、なかなか恩恵を出しづらいっていうのがありますので、この程度になるのかなっていうところです。続いてランハについてです。ランハに関しては敵全体に対して速度デバフ低下の恩恵があるっていうところです。これに関してはランハの全体に対して一気に弱点撃破ができるところが恩恵となっています。特にこの効果が恩恵あるのは調和主人公ですね。調和主人公に関しては行動順低下をさせるデバフがありますので、弱点撃破をした際に敵の行動順を一気に落とすということができます。単体ではなくまとめてできるっていうのがいいところですね。ただランハに関しては恩恵としてはこれくらいかなっていうところです。自身のバフが多いところがありますので、なかなか少ないなっていうところでした。この3人の恩恵の比較というところなんですが、味方への恩恵がある順番としては、ホタル、ブートヒル、ランハというところかなと思います。基本味方への恩恵としては、どのキャラもそこまでは多くないといったところですね。ただ、弱点付与によって味方の行動しやすさ、攻撃のしやすさですね。そういった恩恵があるのが一番はホタルというところになりますので、そういった意味ではホタルが恩恵があるのかなというところになります。アタッカーだけでなくサポーターも火力が出せるっていうのは本当に魅力的ですからね。こういった相性はいいところかなと思います。続いては高難度による違いっていうのを見ていきたいと思います。まず裏庭に関してです。裏庭に関してだったらホタルが圧倒的に強いっていうところですね。こちらの順番としてはホタル、ブートヒル、ランハとしています。この順番にした理由としてですが、弱点付与しながら戦えるため敵を選ばず安定的に戦えるホタルとブートヒルが有利かなっていうところです。またホタルの方が拡散攻撃などがあるため、より多くの敵を攻撃できることを考えるとホタルの方が上になるっていうところですね。ランハに関しては弱点がつければ特に問題がないっていうところがありますので、弱点相性がいい場合は上の方に上がってきます。でもホタルよりかはっていうところですね。
続いて虚構叙事に関してです。こちらの順番としてはランハ、ホタル、ブートヒルとなります。虚構に関してはランハがズバ抜けている状態というところですね。こちらの優先度の理由になりますが、多くの敵に攻撃ができ必殺技も回しやすい点を考慮するとランハが適性が高いというところになります。ただしこれに関しては虚数弱点があるからというところですね、まあ、必須になります。ですが、ホタルの最適編成を揃えた場合は、この弱点付与からレーサーで全体攻撃ができるため、こちらも適性は高くなっているんですよね。虚構叙事、今回のやつはどちらも満点クリアっていうのができていますが、弱点の相性次第だなっていうところを感じましたので、今回はこのような評価にしています。まあそれでも、ランハに関しては虚構叙事の適性は本当高かったなと思いますね。続いて、末日です。こちらに関しては、ホタル、ランハとブートヒルが同等というとこですね。末日に関しては弱点をつけるホタルがやっぱ強かったなというところです。優先度の理由としては、ボスの耐久面が高く敵の数が限られている場面だと、ホタルとブートヒルが活躍しやすかったなと思います。特に弱点付与でご利用しができるっていうのが強かったですね。ランハに関しては虚数弱点があれば適性が高くなりますので、弱点があるなしっていうところで考えた場合は差が出てきますが、弱点がつけるのであればそこまで差はないのかなというところです。使ってて使いづらさっていうのはなかったですね。それなりに強く使える性能かなと思います。ちなみにランハに関してですが、それぞれ高水準でクリアはできてますので適性は高めというところです。ただこの3人で比べるならっていうところの話になります。それでは最後、動画のまとめに入りたいと思います。まずはホタル、ブートヒル、ランハのまとめをいきたいと思います。ホタルは性能的に高かったっていうところですね。この性能の高さっていうところですが、弱点付与しつつ、衝撃波の性能が伸ばせるっていうのが良かったですね。扱いやすさとしても、編成のバランス的に一番扱いやすい衝撃波キャラかなと思います。また、最適編成の場合は、属性相性が良く、味方も火力を発揮しやすいっていうところですね。これが本当いいところかなと思います。性能的に高いっていうのもありますが、味方への恩恵っていうところが本当いいかなと思いますね。続いて、ブートヒルですが、単体向けならブートヒルっていうところですね。人生削りが非常に強いので、単体に対しては強いキャラかなと思います。衝撃波でダメージを出せるキャラですが、撃波でダメージが出せるので、そういった点でも使いやすいっていうところがありますね。また、昨日と撃波ダメージを大幅に伸ばせるのも扱いやすいところです。ただ、敵の数が少ないほど人生削りで活躍ができるってところになりますので、敵の数が多かった場合は結構苦労するキャラかなと思います。続いてランハです。ランハに関しては複数体なら圧倒的火力が出せるキャラだなと思います。多くの敵に対して衝撃波が狙えるキャラとなっています。これは使ってみると分かりますが、画面が楽しいことになりますよね。ダメージの数が多すぎて楽しくなります。また衝撃波の転換がありますので、衝撃波自体の火力が出しやすいっていうのもあります。これはホタルと似たような性能なので嬉しい要素というところですね。ただ強いところは強いんですが、弱点付与っていうものがないので弱点依存が発生する唯一のキャラというところです。ホタルとブートヒルに関しては弱点付与ができるので何かしら対策はできるんですよね。なんですが、ランハの場合は虚数弱点を持っているか、必殺技の弱点無視をうまく活用するしかないっていうのがありますので、このあたりの扱いが難しいところかなと思います。3人を比較してみてのまとめとしてはこちらになります。ではこの3人、衝撃波キャラというところですが、ガチャの優先度などについても話していきたいと思います。優先度としてはこちらですね。ホタル、ランハ、ブートヒルというところです。正直使っててホタルがやっぱ一つ抜けてるなっていう感覚でしたね。鼓動弱点付与が味方と相性がいいっていう現状がありますし、衝撃波転換の火力がやっぱ凄まじいっていうのがあります。撃破特攻盛るだけで火力が出しやすいっていうのがありますので、ここはすごくいいところかなと思います。ただ、虚数弱点があるなら、ランハも強いっていうところです。これが2番目に来てる理由ですね。まず、弱点一致なら火力は問題ないです。まあ、そもそもこのゲームって弱点一致して攻略するのが、このゲームのセオリーですからね。まあ、そこを意識すれば全然扱えるキャラかなと思います。また、虚構叙事での活躍度合いっていうのも一番かなっていうところですね。この3人使ってて一番使い勝手が良かったなと思いますので、虚構叙事で使えるっていうのはいい要素かと思います。ただ3番目のブートヒルですね。こちらに関しては正直環境次第なのかなと思ってます。まずブートヒルに関しては単体で活かせる環境っていうのが今のところありません。単体特化なのに単体活かせるエンドコンテンツってそんなにないんですよね。なので単体を活かせるエンドコンテンツが来ればさらに活躍ができるってことは可能と思いますので、そういったポテンシャルを秘めたキャラなのかなと思います。
ただ今回優先度としてつけていますが、あくまでガチャを引く順番っていうところです。キャラ自体の性能としてはそれぞれ効果力を出せるようにはなっていますので、まあ、長期キャラ自体が優秀かなと思いますね。まあ、その中で選ぶならっていうところになりますので、今回の動画参考程度にしてもらえるといいかと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。